ウィング・レオン・アイ、翼・アイ・カザフスタン軍の抑留・抑留愛は、中華人民共和国の中高工業、生徒引き設計研究所が設計し、中国航空工業集団有限講師が生産する、多様途中高度長時間対空無人航空機。グッジョブマイナス -1、艦隊アザ、ア愛、英語、アタックマイナス -1 とも称される。偵察、タイムクリティカルストライク、資金と収集、タイテロ、 対反乱監視、致命的抑止作戦、対麻薬監視、国境パトロール、インフラや災害時の監視を目的に開発された。2004年の司会エアショーで存在が公表され、2007年10月に試作機が初飛行し、2014年11月に司会エアショーで中国人民解放軍空軍のラウンデルがマーキングされた機体が公開された。 ドバイ航空省の抑留通流線系の胴体の機種上面にはバルジブがあり衛星通信アンテナが搭載されているものと思われる。機種下部にはエオ・ IR ターレットが取り付けられている。ランディングギアは前輪式である。主翼の翼平面型は高アスペクト比のテーパー翼で中翼配置である。V 字配置の尾翼を持つ。推進方式はプッシャー式である。 出力 100HP のターボチャージャー付けヘピストンエンジンを一つ搭載する。プロペラの翼の枚数は3枚である。主翼のハードポイントには1体の並走用パイロンが付けられている。採用国2013年9月9日、中国方面から国籍不明の無人機一機が尖閣諸島に近い東、シナ海上空を飛行して航空自衛隊の F-15 戦闘機が スクランブルを行った際は、日本の防衛省は、抑留と推定したことが報じられるも、ジェーンズ・ディフェンス・ウィークリーは自衛隊が撮影した映像では、BZK-005 の特徴に一致していると分析している。2017年、エジプトは、市内での軍事作戦で、抑留2を使用して、アイスセルを空爆した。2018年、アラブ首長国連邦は、抑留2で、 イエメンの風刺の政治部門指導者、サーレハーリアルサマド最高政治評議会議長の殺害に成功した。2019年12月、イエメンの風刺は、サウジアラビアの R-64 アパッチと、抑留2を撃墜したと発表した。2019年に、イエメンでは、サウジと UAE の R-64 が7機、抑留2と CH-4B の4機が、 撃墜されたとされる。2020年1月、リビア国民軍を支援する UAE の抑留通が、リビアの首都トリポリにある、リビア国民合意政府の士官学校を空爆して26人の士官候補生を殺害したとされる。このドローンは、UAE の基地があるリビアのアルカディムから運用されていた。前年2019年から UAE が調達したものと思われる。 ローナの抑留2とニアのトルコ製無人攻撃機のバイラクタル TB2 が数ヶ月にわたって双方の攻撃に投入されており、同年5月から7月にかけてニアが持つバイラクタル TB2 の12機の半分近くの6機が抑留2に破壊され、抑留2も1機破壊された。2020年11月に起きたティグレ戦争では、 アッサブにある UAE の基地から出撃した抑留2がティグレ州に侵攻するエチオピア政府軍の援軍として展開したエリートリア軍のために空爆を行ったとティグレ人民解放戦線が主張した。抑留側面図これらの兵装が選択できる。二つのパイロンに取り付けられる。ありがとうございます。